けじく塾。はい、どうも、かけじく塾の野村です。今回私は京都嵐山の、天龍寺の方に来させていただいております。どうしてもね、見たい襖絵が公開されているということで、来させていただきました。何の襖絵かっていうとね、こちらですね、蘇我蕭白筆雲龍寺ということで、日本美術史上最大の問題児と言われたね、蘇我蕭白の代表作雲龍図襖が、こちらで期間限定で、公開されているということで来させていただきました。蘇我蕭白についてはね、以前動画でねご紹介させていただいているので、よかったらそちらをご覧になっていただきたいんですけども、まあ迫力の雲龍図ということで、ね、まあ死ぬ前に一回も見ときたいなと思えるような作品がちょうど今展示されているんですよ。年に90日ぐらい、この天龍寺さんの方で公開されているっていうのをして、去年ね蘇我蕭白出した時ぐらいはね、公開してなかったんで、次行きたいなと思ってた時にちょうどタイミングが回ってきて、今年今夏のこの時期にやってるということでね、来させていただきました。はい、勘のいい方だったらね、気づかれてるかもしれないですけどね、蘇我蕭白の雲龍図襖って確か日本ないんちゃんって思われてる方いらっしゃると思うんですけど、その通り、本来はね、蘇我蕭白の雲龍図襖って日本にはなくて、アメリカのボストンにあるんですね。ボストン美術館っていうところに収蔵されています。明治時代って日本の美術って結構荒廃してしまって、価値が下がっちゃって海外の方に流出しちゃったんですよ。でその流れの中で明治時代に、ボストン美術館の館長さん、ビゲローさんという人が、その蘇我蕭白の雲龍図襖を、買って帰っちゃったらしいんですよ。で現在、ボストンの美術館になって、門外不出ということで、ほとんど、ね、日本には帰ってきてないです。1回だけ帰ってきたのが2012年やったかな。修理をしたので里帰りということでお披露目も兼ねてね、1回だけ帰ってきたんですけども、それ以降はね帰ってきてないので、見たかったらね本当はボストン美術館に行かなきゃいけないんですけども、なぜか今天龍寺で見れてしまいます。はい、日本の京都嵐山で、天龍寺で見れてしまうという、これなんでかというと、種を明かすとね複製品でございます。はい、レプリカコピーでございます。はい、キャノン、天下のキャノンさんでございますけども、キャノンさんが文化財をねいろいろ複製して、後世に残していくために、本ちゃんはちゃんと置いといて、レプリカを、なるべく多くの人に見てもらおうっていう風な感じで今入れ替えを結構しているプロジェクトがあるんですけども、その一環で、本当はボストンにあるんですけども、日本の方にも見てもらえるようにということで、原寸大にプリントアウトしたものが2015年に天龍寺の方に入ったという、それが、毎年ちょっとずつ公開されているっていうタイミングなんですね。そういうと、塾長レプリカで満足するの落ちたもんやなみたいな感じで思うかもしれないですけどね、いやいや、これほんまに結構レプリカでもね迫力あるんですよ。で横10メートルぐらいある竜で、めちゃめちゃでかい竜なんで、これはね原寸大の迫力をね味わうだけでも、ね、全然違うなと思うのと、ぶっちゃけ言うと、結構距離離れてる、1メートル2メートルぐらい離れて、キャノンの高精細のプリンターで刷られたものっていうのは、プロでもねなかなか印刷かどうかって見分けることって難しいと思うんですよ。なので、今回めちゃめちゃ楽しみにしてるので、それをご紹介したいなと思います。でそれに合わせて天龍寺って他にも見どころがね結構あるので、ちょいちょい混ぜながらご紹介させていただきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず最初の見どころはこの八頭になりますね。八頭、ここにもね、龍が描かれてるんですよ。天井に龍が描かれております。今回見に来た本庁の、メインの龍とはまた別なんですけども、加山又蔵という人が描いた、天井画の龍というのはこの八頭に描かれております。加山又蔵っていうと今の日本画壇で3つ大きな団体があるんですよ。2つはねめっちゃ有名なんですよ。日展と院展と、であともう1個総画会っていうのがあって、この三大画壇と言ったんかな、3つの大きな美術団体があって、その総画会で昔、総画会にその人ありと言われた、作家さんですね、加山又蔵。めちゃめちゃエキセントリックな、作品を描いたり、でもそうかと思えば結構ね、おとなしめな中猫の絵を描いてみたりとか、いろいろバラエティに富んだ実力派の作家さんが加山又蔵なんですね。確か、星野リゾートのホテルにもなんか絵を描いたとかあったと思うんですけども、その人が、1997年だったと思うんですけどね、描いたのが、ここに収められていると、迫力の、雲龍図ということです。でもそれ前まではね、鈴木少年っていう方の雲龍図っていうのが、描かれてました。ただ損傷が結構ひどかったんで、それとチェンジして今その雲龍図はちょっとお休みした状態で、加山又蔵のものが見れるということで、
鈴木少年のは、年1回2月ぐらいに見れることができるみたいなんですよ。鈴木少年も、明治時代に活躍した作家で、京都の作家ですね。で、京都にその人ありっていうふうに言われてた実力派の作家さんになります。上村松園の最初のお師匠さんとしても、有名ですね。以前上村松園のところで、ご紹介しているので、よかったら上村松園の動画もご覧になっていただきたいんですけども、まあ、その人の書いた雲龍図も、見ようと思ったら2月には、多分展示してると思うので、違うところで、ね、展示しているので、天龍寺来てもらったら見れると思いますので、よかったら見てください。で、今から加山元蔵のこの八頭の竜を見に行くんですけども、当然撮影禁止なので、ごめんなさい、映すことはできません。ただ見終わった後の感想というのを、すぐにシェアしたいなと思いますので、少々お待ちください。では行ってまいります。はい、ただ今見てまいりました。思ってたよりもね、天井が低いので、ド迫力でしたね。ほんまにあの竜の真ん中ら辺に立つことができるので、竜が向かってくるっていうような感じで、こう見ることができて、めちゃめちゃ面白かったですね。で、まあ、八方睨みの竜っていうことなので、まあ、どこに行っても目がついてくるよっていうふうに言われているので、やってみたんですけれども、そんな気はしました。はい、あのついてきてるとも言えるし、ついてきてないんちゃうかなとも思うんですけど、まあ、そうやってよく言われるんですよ。あの八方睨みの竜とか虎ってね、目がどこ行ってもついてきますよって言うんですけど、そう言われたらそう思いますけども、そう思わんかったら別にそうも思わんかなっていうふうなもんなんで、まあ、それはそれで楽しんでいただければいいかなと思います。で、あのね、その加山元蔵の竜自体もすごかったんですけど、そのちょっと下に天蓋って言ったらいいんですかね、あの何仏像とか備えられているところの上になんか、屋根みたいなのがあるんですね。ちっちゃい冠みたいな天蓋っていうんかな、そこにもね、なんかちっちゃい竜が描かれてたので、2匹竜がいます。はい、この八頭には2匹竜がいるので、来られた方はそっちのちっちゃい竜も見逃さずに、見ていただければなと思います。だほんまにね、すごい迫力があって、あの筆致墨の濃淡とか、筆使いっていうのも感じ取ることができ本当にこうリアルに見ることができる距離でね、楽しめるので、おすすめかなと思うので、ぜひねこの八頭、参拝料は、庭園とかとはまた別でね、お金かかるんですけど、500円やったかな、かかりますけども、見に来て損はないかなと思いますので、竜に飲み込まれてる感覚を味わえる、八頭になりますので、ぜひ堪能してください。それでは次も行ってみましょう。はい、次が庭園なんですけども、今回はね、僕は、まあ、雲龍図とか、天井の龍とか龍ばっかり見てますけども、本来は天龍寺の見どころっていうのは、こちらの庭園なんですね。草原地庭園ということで、草原地っていう、まあ、池ですね。この池とそれにこう周りの庭園、これがね見どころで美しいよっていうところなので、こちらをメインでね楽しんでいただければなと思います。今回はちょっと尺の関係でね、ぐるっとパノラマでご紹介するだけにさせていただきます。ではこちらをどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあ実際ね、来てみると本当に風情があっていいなと思いますね。鯉も泳いでるし、これはなかなかじっくり見て、心を洗えるなっていう、そんな印象を受ける、庭園です。で、この後ろがね、北条っていう建物、あの雲龍図の襖がある建物なんですけども、そこから見ることもできるんですね。まあ、もちろん庭園から見ることもできるんですけど、庭園だけ見る場合は500円払ったら庭園だけこの下のところで見れるんですけども、プラス300円払うと、確か北条この建物の中から、この庭園見れますよということなので、どちらかお好きな方を選んでいただければなと思います。多分800円やったと思います。では次行ってみましょう。はい、で次がね、書道参拝入り口ということで、ここから多分メインの、北条とか違うところに入っていくんちゃうかなと思うんですけども、ここにね、名物赤だるまがおります。はい、だるまね、だるまっていうと禅宗を開いたお坊さんということで、まあ、言うたらこの臨済宗のお寺なんですけども、天龍寺って、その臨済宗っていうのも、まあ、禅宗の一派なので、その禅宗の大元を開いたのが、だるまさんというお坊さんなんですね。インドに、生まれて、で中国に渡って禅宗を広めたというふうに言われております。で、まあ、その天龍寺の元館長、もう亡くなられた館長さんなんですけどもが、結構絵がたっぷりシャな方やったので、その方が描いただるまっていうのが、めちゃめちゃユニークということで、見に行っていきたいなと思います。では行ってみましょう。はい、こちらが先ほどご紹介した、だるまのついたてですね。でかいね、真っ赤っかやし、すごい迫力やね。
僕の身長よりも大きいついたてなんでめちゃめちゃな迫力があります。これが、天龍寺の元館長が書かれた、だるまさんになります。まあ、結構ね天龍寺の中に見ていくとこの館長さんが書かれただるまさんって他にもあるみたいなんでね、いろいろ見ていきたいなと思います。では奥の方行ってみます。念願の蘇我蕭白雲龍図の襖、見ることができました。はい、これぐらいの距離で、ね、見れるというのもやっぱね新鮮ですね。思ってた以上に近かったです。ですごいねやっぱ迫力があるんですけども、まあ、横10メートルやから、ね、めちゃめちゃ長いから迫力はあるんですけども、思ってたほど大きくはなかったですね。ちょっと想像がすごく大きくなりすぎてたのもあるんですけど、もっとすごい迫力があってこう迫ってくるのかなとか、加山又蔵の天井の竜の方がどっちかというと迫力感、圧迫感というのはあったなという印象ですね。まあ、それと比べたら、蘇我蕭白、まあ、もちろんね、めちゃめちゃ迫力あるんですけど怖い顔で、まあ、怖さの中にもちょっとコミカルさがあるので、そんなにね、怖いなっていう印象は受けませんでしたね。どっちかというと可愛らしいなっていう感じですね。まあ、蘇我蕭白の作品ってどっちかというと怖さというよりもなんかちょっとグロテスクなんですけども可愛らしさ愛着が持てるようなところが、特徴でもあるのでね、まあ、非常に愛らしい龍を見ることができて、満足しております。皆さんもね天龍寺の方来られることがあったら、またねチェックしていただいてこれが公開されている時に合わせて来ていただいたら、拝見できて楽しめるんじゃないかなと。蘇我蕭白のレプリカではありますけども、なんか蘇我蕭白っぽく感じることができると思いますのでね来ていただければなと思います。で蘇我蕭白はねこれ以外にも日本に残っている作品でね、唐獅子図とか結構大きな、作品というのもあるのでね去年ちょうど展覧会してたと思うんですよ名古屋の方で、それ行けたらよかったんですけど行けなかったんでねまた機会があれば、そちらの方も見て、ご紹介させていただきたいなと思いますし皆さんもぜひ、そういう展覧会があったら見に行っていただければなと思います。それでは今回は天龍寺の方からご紹介させていただきました。またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、おまけということでプチ情報をご紹介させていただきます。天龍寺まで来られたら北門っていうのがあるので、ノースの方ね北ね、北門から出てもらうとすぐにねこの竹林の方につながるんですよ。で嵐山っていうと観光名所のところでこの竹林っていうのは絶対取り上げられる、絶好の場所なので、ぜひね天龍寺まで来たら一緒にこう見ていただければなと思います。まあ見たことあるよって方は別にいいんですけども、まだ見たことないよって方はついでで見れるので、ね、すごくいい景色かなと思います。まあ、結構ね歩くのは時間かかりますね。ちょっと傾斜もあるのでね、それ準備をしていただければなと思うんですけども、まあ、見てきてね、損はないかなと思います。私もさっき見てきたんですけども、まあ、非常に綺麗なところなの でちょうど蘇我蕭白の雲龍図が、こう展示されるのって大体夏になることが多いので、ちょうど竹がね綺麗な時期なので、木漏れ日もねすごい綺麗くて、マイナスイオンいっぱい浴びれるような時期なので、ぜひ一緒に見に行っていただければなと思います。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。